谷立明るちは、若さ生活の創業者、代表取締役社長、日本女子プロ野球機構創設者、1961年、兵庫県春日町に生まれる。幼い頃に両親が離婚し、祖母に育てられる。小学4年の時、蜘蛛膜下出血と診断される。福知山商業高校を経て、東海大学へ進学するが、神奈川県へ引っ越す前に、 脳腫瘍が判明し、手術の後遺症で、右半分の視野を失う。大学を中退後、1998年4月23日、大阪二月市に株式会社若さ生活を設立。2009年から2010年5月まで、学校法人、整備学園理事長。2011年、アイバイ区愛の後期金管理会務営予顧問に就任。 自社商品の原材料の産地である関係で、北欧への関心が高く、とりわけ、北欧の初等教育には強い関心を寄せている。野球好きであり、母校である、福知山整備高校の理事長を務めていた2009年に、自ら近畿地方発となる女子公式野球部を創設、監督には、元女子公式野球全日本チーム代表の長野、恵理子を監督に迎えた。 2010年4月には日本女子プロ野球機構を創設したが運営に苦戦。2019年1月31日に行われた記者会見で今年集客数が倍にならなければ運営からの撤退も考えるなどと発言。リーグの存続を危ぶむ声が上がり、同年のシーズン終了後以後は選手の大量脱退が相次ぐ。2020年2月3日、 女子プロ野球クライシス創設者10年の告白を出版。5月25日、理事を退任。リーグは2021年7月21日、所属選手が0人となり、事実上の消滅状態となっている。また、紫丸のペンネームで、女の子だって甲子園。をテーマにした、ウェブコミック、カリンのマウンドの原作を執筆している。ありがとうございます。